斉藤さんにゲイ専用の回線があるの。よし、ちょっとそれだけはやろう。それはちょっとマジやるわ。それだけちょっとやらせてくれ、頼む。あ、つながった。もしもし。もしもし。切られちゃって。俺の声が好みじゃなかったか。ちょっとでもか、もしもし。で、なんで切られんの。どんだけゲイは声、声色にシビアなの。めっちゃシビアなんだけど。俺ゲイに好かれてねえのかな。もしもし。もしもし。ゲイですか。ちょっと待って、合言葉があるらしい。俺合言葉があるらしい。んだよその敷居の高さはよ。んでそんなに、なんていうの合言葉なあ。合言葉何なんだよ、ゲイの世界の。ゲイの合言葉。合言葉、向こうが通話で出たらゲイっていうの。ゲイ、ゲイ、ゲイ、ちょっと待って、切れちゃって。なんだその、キーワードゲイにして、ゲイ、ゲイ、ゲイ、もしもし。なんで合言葉がわかんねえ。全部切られる、マジで。おい、合言葉なんなんだよ、喋らせてくれよ。おい、合言葉がダメだ、全部切られちまう。合言葉は新宿2丁目？ちょっと待って。本当に？合言葉は新宿2丁目。警戒心高すぎじゃねえか。ゲイ。出た。新宿2丁目。ゲイ。もしもし。ちょっと合言葉教えてもらっていいですか、僕にも。僕も合言葉教えてください。どこに書いてあるんですか。もしもし。全然喋ってくんねえ。ダメだ。みんな悪い。ゲイが一言も喋らねえ。なんで？待て、ゲイじゃなくてホモ、あ、ホモじゃちょっとダメだな、ゲイ。あれして、普通に喋りて。やべやべ。嵐じゃねえだろ。俺もゲイみたいなもんだろ、マジで。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし。こんにちは。ゲイ。あ、ごめんなさい。僕自身は、ちょっとまだどっちかわからないっていうのが正直なところで。はい。いや、わかんないんですよね。なんか。わかんない？ちょっと相談乗ってもらっていいですか？マジで。はい。個人情報とか絶対もう僕聞かないし、僕のも言わないんで、ちょっと、はい、聞いてもらっていいですか？はい。僕、これほんとふざけてないんですよ。うん。僕、YouTuber やってるんですね。YouTuber っていうのやってて、うん、ファンの子いるじゃないですか、うん、で僕男なんですけど、男のファンの子ばっかりなんですよ。
はい。それですごいそういうのも嬉しいし、女の子にあんまり興味が持てないっていうか、僕、ゲイなんですかね。この前も山田久志さんっていう芸能人のチンポ舐めてる夢見ちゃったりして。舐めたの？いや、舐めてはないですけど、夢で見ちゃって。はい。いや、でも。潜在的にはそういう毛があるんですかね。男の子に好かれるってことを。はい。好いていただいてるっていうか。でも。ゲイチューバーって言われてるんですよ、僕。あ、そうなの？はい。ゲイチューバーっていう。でも女の子も大好きなんですよ。じゃ、バイじゃん。僕バイなんですかね。そうじゃない。あ、で、あの、あなたはどっちかというとゲイなんですか。そうだね。あ、そのでもやっぱなんかすごい声色も優しそうだし、すごい今話しやすいです。僕さっきまで女子高生とかに繋がっちゃってすごい気使ってたんですよ。うん、すごい今話しやすいです。僕いい、ね、はい、うん、年齢だけ聞いてもいいですか。僕32歳なんですけど。 32？ はい。あの、すいません、あの、21です。いや、もう、なんかごめんなさい。その21の若者に相談乗ってもらっちゃってて。はい。もう一回タメ口で聞いて。いや、もうタメ口でいいっすよ。僕のことを。本当に？はい。あ、あれですか？結構やっぱ彼氏いるんですか？今。彼氏いないの。あ、いないんすか？いない。やっぱ彼氏欲しい。待ってくれる？え？待ってくれる？いや、ちょっとでもまだ僕はまだわかんないんですよ。僕やっぱ女性も好きなんで、あの、 あなたにすごい僕いい加減なこと言いたくないんで、うん、今答えられないっていうのが正直な気持ちですね。 あの一人バイセクシャルの子に僕もうこの前、はい、去年かな、デートに誘われてデートしたんですよ。そうなの？あのバレンタインの日に、うん、バレンタインのチョコもらって別に悪い気しなかったんですよ。うん、うん、本当にもしかしたら俺バイなんじゃない。だからわざわざこのアプリ使ってバイってゲイって検索して。はい。あ、すごい落ち着きます。本当どういう人が好みなんですか。どういう人が好みなんですか。どういう人。はい。あのね、やっぱ彫りが深いし平井堅みたいな。僕醤油顔なんですよね。あのうっちゃなんちゃの南原に似てるって言われます。僕なんちゃんなんちゃん似てるって言われますね。なんちゃんに似てるの？あんま微妙っすか、やっぱ。まあ、あんま好みじゃないかな。好みで、なんかどういう顔がゲイにモテますかね、バイとかに、ゲイの方に。やっぱ濃い子。そうだな。あの、やっぱヒゲが好きって人は多分多いと思うよ。あ、そうなんですね。僕ヒゲちょっと薄めなんですよね。あ、そうなの？うん。うん。あとサカナクションの山口さんとか似てるってありますね。サカナクション？はい、山口一郎。ちょっと分かんないかな。あ、分かんないですか。今度調べてみてください。分かりました。いや、でもすごいなんか安心したわ。すごいなんかすごい真面目に聞いてくれて僕本当に嬉しかったです。あのね、はい、チンチン見てほしいんだよね。あ、ちょっとチンチン見るのは僕まだ本当にちょっと本当ごめんなさい。あの、あなたの純情な気持ちを僕本当にもてあそべないんで、ちょっとあのふざけてたわけじゃないんですよ本当に。またもし次の機会があったら本当に僕見ます本当に。ちょっとだけ修行してきますね。でも本当ありがとうございました。はい。あとこのチャンネルの合言葉みたいなのあるんですか。合言葉なんか僕ゲイの方にちょっと話相談乗ってもらおうと思ってやったら、なんかあの合言葉があるらしくて。知らない。あ、知らん、なんかねあるらしいっすよ。はい。知らずにやってたけど。知らずにね。でもいいアプリ、いいアプリ。これ。え？だからすごい切られるのかなこれ。あ、そうそうそう、多分そうっすよ。だから今度会ったら教えますわ俺も。はい、すいません、お願いします。ありがとうございました。てか本当にちんちん見てあげられなくて本当すいません。なんかでもこれはいや、あなたの気持ちをもてあそぶわけにいかないと思っちゃって僕本当に、うん、本当ありがとうございました。すごい、うん、なんか元気が出ました、勇気が出ました。僕本当頑張ります。僕 YouTube の活動も、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました、はい、相談乗っていただいて。はい、バイバイ。はい、おいちんちん見てくれって言われたぞ。おい、がっちりゲイじゃねえかよ。おいおい、ちゃんとしたゲイじゃねえかよ。
すげえいいやつだったわ。友達になりたかったわ。マジで。完全にオナニー目当てで。言われたんだけど。ちんちんちょっとでもいいから見てほしいって。見してほしいじゃねえぞ。見てほしいって言われたんだぞ。でも俺しっかり誠心誠意断ったわ。ほんとすいませんっつって。心温まるゲイだな。